慎太郎、長い現役生活本当にお疲れ様でした。慎太郎から引退すると聞いた時は正直まだできるやろうと思いましたが、慎太郎のその決断を尊重します。慎太郎の現役生活は大きな怪我やクラブの休部など本当に辛い時期が多かったと思いますが、慎太郎はそれを全て乗り越え大変素晴らしい成績を残したと思います。そんな慎太郎なのでセカンドステージでも間違いなく活躍してくれると思いますが、早く落ち着いてお母ちゃんに孫を見せてあげてください。慎太郎のお母さんも会場に来てますかね。慎太郎お母さん、長い間慎太郎のバックアップ本当にお疲れ様でした。私も現役時代は大変お世話になりましたが、また皆さんにお会いできる日を楽しみにしております。慎太郎本当にお疲れ様でした。長山でした。慎太郎お疲れ様でした。慎太郎とはパナソニックトライアンズの同期で、一緒に入って、ここでは話せないこともたくさん、オフコートで一緒に遊んだりしたんですけども、僕よりも先に引退するとは正直思ってなくて、熊本ですごい地元を盛り上げて、もう本当にヒーロー で性格も、皆さんご存知のように明るくて、バスケットに対する情熱も熱い男だったんで、先に引退するとは思ってなかったんですけども、次のステップでも絶対活躍する人間だと思うので、僕自身その慎太郎の次のステップ楽しみにしています。バスケットで一緒にやれた5年間すごく楽しかったので、またどっかで一緒にバスケットできればいいと思います。本当にお疲れ様でした。サンロッカーズ渋谷アシスタントコーチの木下です。慎太郎、現役生活お疲れ様でした。怪我があったり、苦しいシーズンもあったと思いますけど、すごく活躍には、嬉しく思います。これからの人生、長いですから、慎太郎らしく、楽しく頑張ってください。それと、お母さんがしっかり、慎太郎を支えてくれてたと思うので、これからも親孝行、して、楽しく、過ごしていってください。以上です。慎太郎さん、現役生活お疲れ様でした。コート内外問わず本当にたくさんのことを学ばせてもらいました。これからもまた飲みに行ったりしましょう。お疲れ様です。よらきロボッツ0番ヨーテンヨクです。僕が大学入学した時に、4年生で主将を務めていたのが慎太郎さんでした。この時はすごい怖い先輩で、寮生活だったんですけど、食堂にご飯に行くたびに、慎太郎さんがいるかいないかを確認して僕はご飯を食べてました。それぐらい怖い先輩でした。そんな慎太郎さんも、年々丸くなっていって、僕がボルターズに入団する時は、家を見つける間、慎太郎さんに泊まらせていただいたことは、今でも忘れません。ボルターズに2年間プレーしましたけど、地震も来て、その時は慎太郎さんを中心に、復興支援をしてきましたけど、それは今でも僕の誇りでもあります。ボルターズ創設時代から引退するまで、熊本ボルターズのためにずっと戦ってきた慎太郎さんを、尊敬しています。背番号7という番号は僕にとっても、慎太郎さん以外考えられなくて、今後違う選手が7番を着ていることは、僕自身想像できません。なので、西井さん、住永さん、ぜひ背番号7を永久欠番にしていってはいかがでしょうか。慎太郎さん、本当に長い現役生活お疲れ様でした。今後新しいステージでも頑張ってください。応援してます。 Hey, what's up, 慎太郎、man, I love you to death、you're a great player, you're obviously a great teammate, you're a funny guy, and I'm happy that you're retiring、you had a great career, and I just hope that you have the best、after basketball、work, and I know you're very smart and you'll be very、successful after basketball, so、congratulations, and、man, I miss you, man. Good job. 西宮ストークス所属、中西亮太です。まずは、
長い現役生活お疲れ様でした。慎太郎さんとは、熊本ボルターズで、6シーズン一緒にプレーさせてもらいました。本当6シーズンという長い時間一緒にプレーしたので、本当苦楽を共にした、仲間であり兄貴やと思ってます。本当近くでいろいろ勉強させてもらいましたし、たくさんお世話になりました。ありがとうございました。まずは、怪我の多いバスケットボール人生だったと思うので、少し体をいたわってあげてください。またシーズンが終わったら熊本に帰るので、その時はゆっくりご飯でも行きましょう。小林慎太郎最後。ファイティングイーグルス名古屋の石川海人です。こんにちは。慎太郎さんとは2年間一緒にプレーさせていただいて、まあ、2年間しか一緒にはプレーはしてないんですけど、熊本の震災があった時から逐一連絡は取らせていただいて、ずっとこう一緒にチームじゃなくても戦ってきたなという思いでもありますし、一番こう苦労した2年間を一緒に戦えて良かったなというふうには思います。慎太郎さんにとっては熊本という大事な土地で引退するというのがすごくこう一番の心意気だったかなと思うので、今後の第2のステップも慎太郎さんらしく一生懸命やっていっていただけたら嬉しいです。今後ともよろしくお願いします。はい、こんにちは。トライフープ岡山の前村雄大です。慎太郎さん、この度は引退ということで、プロ生活お疲れ様でした。慎太郎さんとは、高校、大学、プロとずっと、一緒のチームで、慎太郎さんの背中を追っかけていて、常に憧れの存在でした。これからまた新しい、生活が始まると思いますけれども、いつまでも僕の憧れでいてください。よろしくお願いします。はい、トライフープ岡山で、今はヘッドコーチをしている蛭木健二です。慎太郎、この度はプロ生活引退ということでお疲れ様でした。同期、同じ1985年生まれということで、熊本ボルターズ創設の年から3年間一緒にプレーをしてきましたけれども、やっぱ同期だからこそ特にお互い我も強いし、練習中だったりとか2人で飲みに行ったりとかしてもいきなり喧嘩言い合いとかし始めたりとかして、なんだよこいつみたいにお互いなってる時期とかもあったけれども、でもなんかすげえ兄弟みたいに何でもそれこそ言い合える仲だったのは、僕が熊本を3年間、プレーしてきてすごく貴重な、体験でした。本当であればね、もっとなんか、1年間盛大に引退しますって言って自分の引退に花を、添えたいところでしょうけれども、この度引退、セレモニーいろんな方々から祝福されて、そして次のステップをおそらく皆さんに期待されていると思います。僕もそのうちの一人です。なので、今までのお疲れ様でしたと、これからの小林慎太郎の行く末を楽しく見守っていきたいと思います。お疲れ様でした。こんにちは。名前はチルネパウェです。What's up 慎太郎。I just want to say, thank you so much for everything. You've always been good to me. And I just want to say, I'm really grateful to be one of your teammates. And it was really good playing with you. And I just want to wish you all the best in your next career. I know you will do good. So, お疲れ様でした。ありがとうございます。山形ワイバンズのマニア情勢です。しんちゃんとのエピソードを、いろいろあるんですけど、言える範囲の中で、話せる内容としては、熊本ボルターズ時代に、よく自分家で桃鉄やってて、神原と、前村雄大と4人ですごい仲良く、集まってよくやってたんですけども、その時に攻撃カードの、ぶっ飛びカードとか、牛歩カードとか、なんかそういうのを使われたしんちゃんは、本当にマジ切れかまして、場がすごい凍りつくっていう、
そのまあ接待も持てずみたいな感じになっちゃってて、で一人だけあの決算の時に何兆言ってて他3人は全員赤字決算だったっていう、まあ、そういうあの本当にこうデタラメなあの桃鉄伝説っていうのがありますけど、まあ、本当にこう語る上ですごい伝説が多い人で、あのどのチームに行ってもしんちゃんの話ってなんかすごい出てて、まあ、あの平尾選手とかともよく話してて、なんかしんちゃんの話ってなんかなんでいつもこんなに出んだろうねっていう、まあ、それぐらいインパクト強い、選手でした。まあ、あの本当寂しいですけど、あのしんちゃんが、もう引退してあの B リーグでやってるプレーが見れないっていうのは、まあ、本当に寂しくもありますけども、本当にこう長い間あの怪我も乗り越えてきて、まあ、震災とかも乗り越えてきた、あの本当伝説的な人だったので、まあ、今後もあの素晴らしい人生が待ってると思います。あのプライベートでもまたこれからずっと仲良くしてください。本当に長いキャリアお疲れ様でした。慎太郎さんお疲れ様でした。慎太郎さん引退するって悲しいっすよ。ということで今はゆっくり休んで第二の人生慎太郎さんらしく楽しんでください。島の井筒です。慎太郎現役生活お疲れ様でした。慎太郎とは、年が近いこともあり、大変仲良くさせていただきました。なんといってもお互いプロの、アスリートとして意識しながらお互い刺激をもらいつつ頑張ってこれました。これからはかっこいいおじさんになれるようお互いに刺激し合いましょう。熊本に行ったらまた遊ぼうね。お疲れ様でした。熊本ボルターズの皆さん、そしてブースターの皆さん、お久しぶりです。前園正清です。小林さん現役生活お疲れ様でした。本当に引退を決断するまでは非常に難しかったことだと思います。僕自身も経験したことなので、気持ちはよくわかります。ただこれからですね、小林さんは第二の人生ということで、いろんなことをやっていけると思います。まあ、バスケットをまた違う形で、見ていくと思うんですが、これから、熊本ボルターズが B1 昇格を目指して頑張る中で必ず小林さんの力というものが必要になってくると思います。ぜひですねこれからも、熊本ボルターズをどういう立ち位置かわからないですけれども、応援していってサポートしてほしいですし、僕自身もこれから変わらずですね熊本ボルターズを応援していきたいと思っています。また熊本で、皆さんに会えるのを楽しみにしています。小林さん本当にお疲れ様でした。こんにちは、東海大学の陸川です。小林慎太郎君、長い間お疲れさんでした。彼との出会いは高校2年生のウィンターカップを見て、このディフェンスはうちに必要だと思って森先生にお願いしたことを今思い出しました。慎太郎の良さはガッツ、元気、それと私の観念ですけど、やっぱ情熱とかバスケットに対する愛情、そして困難の時に何て言うんですかね、負けない力だと思います。これから第二の人生いろんなことがあると思います。持ち味である明るさ、愛情、そして笑顔を持って次の人生を歩んでください。応援してます。慎太郎さん、長い選手生活本当にお疲れ様でした。そして我々に多くの感動をありがとうございました。2016年4月熊本で大きな地震がありましたね。選手も集まらない、練習会場も確保できない、ボルターズは本当に B リーグに参加できるのか、そんな心配がありましたが、慎太郎さんの強いリーダーシップのもと9月の熊本での開幕戦に間に合いました。私も東京から駆けつけたこと昨日のように覚えています。2018年1月にはオールスターゲームが熊本でありました。次々とスリーポイントシュートを決めて MVP を獲得しましたね。これも懐かしい思い出です。今度選手を引退するのかもしれませんが、日本バスケットボール界のために一肌二肌脱いでください。私も
時間があったら今度一緒にご飯食べに行きたいと思ってます。もちろんご馳走しますからね。本当にお疲れ様でした。